本日はお忙しいところ第3回ロシア映画祭 in 東京にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日のスケジュールをお伝えさせていただきます。上映前に開会式がございます。開会式終了後に作品上映、上映後すぐに Q&A を行います。本日ご登壇いただきますゲストは黒いガラスプロデューサーのリュドミラ・レオンチェーバ様です。お時間のお許しになります方はそのままお残りいただきましてご参加くださいませ。開演に先立ちまして皆様にお願い申し上げます。会場内でのご飲食は禁止とさせていただいております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。会場内では携帯電話の電源を完全にお切りくださいますようお願いいたします。上映作品の音声の録音、撮影は一切禁止とさせていただいております。くれぐれもよろしくお願いいたします。本日は、ほぼ満席となっております。後からお客様がいらっしゃると思いますのでお隣の席にお荷物を置かないようお願い申し上げます。入場の際にお配りいたしました、QR コードは本日の上映作品のアンケートとなります。上映後に Q&A を、使用いたしますので、スマートフォンをお持ちのお客様は QR コードよりアンケート画面にお入りいただきましてアンケートにご回答いただけますようご協力のほどよろしくお願いいたします。もしQ&A にご参加いただけないお客様は回答期限は明日の上映前までとなりますのでご自宅にてご回答いただけましたら幸いでございます。最後にこちらですね、受付にて本映画祭のパンフレットを500円にて、販売いたしております。お求めやすい価格となっておりますのでぜひともお買い求めくださいませ。まもなく開演いたします。皆様お席についてお待ちください。